羽全部映ってる。うん、ここまではこっち入るよ。あ、まあいいや、そんぐらいで。羽インスタ映え。リポモールに来ています。はい、まあ、こういうコロナの時期になってからリポモール来るの初めてだったんで、まあ、ちょうどいいかなと思ってちょっとレポートしていきたいと思います。はい、じゃあそれでは攻めてみましょう。はい、ここは2階だよね。 2階です。2階から来てね、結構今ちょっと12時ぴったりぐらいなんだけれども、はい、お店こうやって見るとさ、布かけてるだけだから、はい、もしかしたらもう1時間ぐらいしたら開くのかもしれないよね。そうですね、うん、こういう時期だから営業時間ちょっと短めにされてんだよね。そうですね。なんかこれ100円ショップみたいなのもあるよ。これ初めて知ったんだけど。ミスター DIY だって。ミスター DIY。 うん、うん、ここはスポーツ用品店だね。スポーツスタジオ、ね、まあ大体こういうところにあるものは本物だからね。そうです ね安心して買える感じのお店だね。そうですね、うん、はいはいはい。まあ、ニューバランス。ニューバランスね。ニューバランスはあの健康用の靴だから、足とかね調子悪い人とかね、はい、気になる人はニューバランスいいって言われてるよね。はい。あ、これよくあのバリ島で有名な靴屋さんのバタお店だよね。はい、有名なローカルの店よくここ行くよね。そうですね。あ、彼の大好きなワコールがあるよ。ワコール？ワコール。ああ、今日は行けしないんですよね。まだ行けしないね、ワコール。日本人と彼が大好きなんですよ。ああ、ワコール、ワコールですね。ワコール。じゃあ下行こうか。はい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 。ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンス。はいはい。運動会。あ、なんか子供向けのなんかアトラクションあるよ。はい、そうですね。子供向けのアトラクション、なんか楽しそうだけどね。サーフグランドじゃない？彼の大好きな。あ、ビラボンだね。シェル 90% だよ。90% だね。こっちの方はあのマタハリとかあるんだよね。マタハリロッカー。マタハリ。みんな大好きマタハリだからね。マタハリ。お土産物屋さんが結構やってるよね。やってますね。やっぱり国内観光 OK になったから、そういうお店もねオープンし始めたんだろうね。そうですね。マタハリ。マタハリ。それだね。日本っていうワゴンセル的なセールでやってるね。そうですね。 50% オープン。 50% オープンだね。謎のブランドの服ばっかりだけどね。このブランドの服も謎だけどね。謎だね。僕があの最近売り出したスワスティアス2、オムスワスティアス2って T シャツ。あれのオムスワスティアス2 T シャツです。こんにちは的だね。そうですね。このオムスワスティアスティのオムは、オムだけはどういう意味なの？オムというのはあの、うん、神様の字です、うん、あオムというのは神様字です。あ、神様におはようございますって言ってるってこと？あの、表しの神様は字です。表し、うん、オムという感じです、う
表しって鳥のわし？ああ、表しっていうのは何ていう名前？ロゴみたいな。あ、ロゴね。まあ、定冠詞ミスターみたいな感じ？そう。ブルーマン。NDX。これ何ていうの？フーリー。フーリー。フーリー。フーリーです。フーリー X。はい、あ、なんかケチャップダンスみたいな。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。これスーパーマーケットだね。あ、プリモっていうスーパーマーケットが入ってるね。そうですね。まあ、ここ久しぶりに来たけど、だいぶイメージ変わったな。ヒーローいるよ、ヒーロー。おはようございます。お疲れ様です。ウイルスコロナとかで助けてくれるんじゃない？俺たちトゥットゥです。トゥットゥです。コロナの影響でトゥットゥです。そうです。あ、なんだっけあれ、バズライトイヤーみたいなのがあるよ。へぇ、あれ乗れるのかな。乗れるね。今トゥットゥだから。あれだけど、これすごいな。ガンダムみたいな感じ。そうです、ね、モビルスーツみたいなね。ねぇ、シネポリス。映画のポスターとか。はいはい。インドネシアで映画を見ると、ハリウッド映画でもインドネシア語字幕で英語で話してるって感じだね。はい。ゴーストバスター。ゴーストバスター。おお、アフターライフ。カミングスーン。ニューシリーズが出るんだね。ゴーストバスターね。うん、ハッピーオールイヤー。で、まだ、あ、これ壊すんですよね。うわ、これ、ね、あ、ミニオンズ。ミニオンズ。お、まあ、マリック and リサ。マリック and リサ。マリック and リサ。バック。ブラックウィドウ、どう？おないね。あとは。プロサンジョン。書いてあるね。いけないし。いけないですね。はいはい、VIP ラウンジ。まあ今映画やってないからね。そうですね。まだ一週間始まる、わかんない。オープンの準備してるんじゃない？書いてないですけど、うん、インドネシアの映画館は日本よりもちょっと豪華な感じがして、なんだか、まあ、フルフラットに近い感じに、ソファーがね、こうね、横になっていってリクライニングして、で、そこでなんかメニュー見て食べ物をオーダーできたりするんだよね。うん、そうですか。そうそうそう、VIP ラウンジはね。あ、VIP ラウンジ。それとあとブランケット、ブランケットとかもあって、そんなになんか至れり尽くせりだと逆に寝ちゃうんじゃねえかっていう話なんだけど、そういったサービスもやってますね。ああ、はい、そうですか。僕も時々実はインドネシア、バリ島で映画見るんですけど、日本よりも公開が少し早い作品が多いんですよ。だから、うん、一足先に日本よりも見てるっていう最大の点。それと逆に英語を 100% 理解できないから残念感っていうのあるんですけど、だいたい VIP じゃなければ普通のやつだと700円とか500円、はい、場合によっては400円ぐらいで見れたりするので、はい、まあ 100% 分かってなくてもまあいいのかなっていう部分と、はい、損した気分、全部理解できないからね、はい、そういった日もありますよね。だから僕の、その辺の対応策としては、事前に日本語版のホームページを見とく、でそれで勉強した後に見に行くとまだ少し分かる、はい、そんなのやってたりしますね。はい、はい、回ってきました。
もっと夜お店開いてたね。そうですね。新しいお店とかも入ってたし、はい、割引とかなってて、映画館もなんか間もなくオープンしそうな気配があったけどね。そうですね、うん、早くオープンしてほしいなと思っております。ただまあ安全対策とかしておかないとね。そうです。リスクが高いエリアだと思うからね。そうです。本日は以上となります。よかったよという方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。